どうもじゅんじゅんです。ということで今回は11月に買ってよかったもの5選を紹介していきたいと思います。今回の動画はちょっとラフめに行かせていただきます。第5位は無印良品のポリプロピレンケースです。収納箱です。本当に引き出す式の箱になっておりまして、この中にですね、自分はゲーミングマウスを収納しております。まあやはりこうレビューでたくさんいただいたりとか自分も買ったりするので、基本的にはここにこうぶち込んでですね、まあレビューするときにささっと取り出して比較とかで使うって形で使用してます。もともとは100均のケースを15、6個ぐらい買って、そこにね入れて取り出してたんですけども、むちゃくちゃ取り出しにくくって、まあ今回引き出し式に変えました。中にこう3つ4つ仕切りがあって、まあ、最低でもマウスが8個入ります。で、まあ価格も1500円ぐらいで Amazon で買えるのって、まあリピートもしやすいし、無印なんで割と質というかね、まあ頑丈にできているのって、まあ、しばらくはこれを使い続け、まあ収納ケースとして使っていこうかなと思います。ちなみにこれも3箱買ってますね。まあぜひマウス収納に困ってますよという同志の方がいれば購入検討してみてください。続いて第4位がこちら、 CIO のマグネットケーブル。これは普通のケーブルではなく、専用の端子をスマホだったりワイヤレスイヤホンの充電のポートに挿しておくことによって、マグネットで近づけてくっつけるだけで充電とかが開始されるというものになります。一応データ転送とかもできるので、まあ、SSD をつなぐとかも全然できます。今まで自分中華製のこういったものを使っていたこともあったんですけど、結構ね中華製のものだと端子部分が厚くなるんですね。なんですけども、 CIO のこちらに関してはその専用のピンを使ってたりとか、あと充電用の変なチップが中に入っていて、まあ、安全性が高いというふうに書いてありました。まあ、実際に発熱とかもほぼほぼないし、充電速度もめっちゃ速いので、個人的には非常に気に入ってるアイテムになります。ぜひチェックしてみてください。第3位はこちらのデスク下に PC 吊り下げセットです。ちょっと DIY っぽく作ったんですけども、価格はだいたい5000円ちょっとで済んでいます。まあ、実際にはバック用のショルダーベルト、結構耐荷重重めまでいけるやつを買ってですね、あとは DIY 用の L 字アングルみたいなのを買ってつけてます。自分は電動昇降デスクというものを使っていて、ボタン一つでこう高さを調節できるってものを使用しています。で、自分は結構スタンディング状態で編集をすることが多くてですね、結構頻繁にデスクを上下させています。なので PC を直置き、地面に置いてしまうと、モニターケーブルとかがこう高さを上げた時に引っ張られちゃうんですよね。なので基本的にこういう電動昇降デスクを使ってる人って、デスク上とかに PC を置くことが多いと思うんですが、自分は邪魔だしやっぱ見栄えも良くないということで、デスク下に取り付けるっていう DIY を行いました。もう本当にアングルを4つネジでグイン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 ってつけてですね、そこにこのショルダーベルトを吊り下げてるだけなので、めちゃくちゃ原始的なんですけども、一応このショルダーベルト、1つの耐荷重が28キロほどあって、それを2つ使っているっていうのと、 PC 自体だいたい15キロあるかないかなぐらいの重量になるかなと思うので、基本的にはまあ耐荷重は問題ないかなと思います。問題あるとすれば、天板からネジがこう引きちぎれて落ちてくるぐらいの、まあ、そこだけちょっと懸念点はあるんですけども、一応自分も IKEA のねこう安い天板使ってて、中結構スッカスカなやつを使ってるんですけども、ちょっとこうすっぽ抜けにくいネジをこの IKEA の天板に打ち付けてるので、基本的にはまあ落ちてこないんじゃないかなと願いたいです。はい。続いて第2位、アンテループオーディオの全豪シナジーコアになります。価格は Amazon で6万と8000円ぐらいです。高いんですが、これゲーミングダックとしても自分使えてるので、そちらを紹介したいと思います。まずオーディオインターフェースってものは、マイクの音を PC に入れたり、逆に PC の音を高音質にイヤホンとかヘッドホンで送り出すことができるアイテムになります。まあ、あと楽器の入力とかもできるんですけど、自分は楽器弾かないので、基本的にはマイクとあと音を聞く用途で使用してます。で、まずこのオーディオインターフェースの特徴として、音質がバカみたいにいい。あんまり自分も専門用語とか専門知識わからないので、ざっくり
マニア向けの情報としてお伝えすると、まず中の回路がディスクリート回路っていうのになっていて、これが音質をぶち上げてるっていうのと、あとクロック周り、音楽信号をいい感じに調整してくれるものなんですけども、まあ、その辺はね詳しくはよくわからないですが、その辺が非常に優秀ということで、まずまず音質が非常にいいものになってます。でそしてここからが重要、ゲームダックとして使用しているというお話をしましたが、このオーディオインターフェース、リアルタイムでエフェクトがかけられます。まあ、エコーだったりとかイコライザーとかコンプレッサーとか、そういうものがですねオーディオインターフェース側でかけることができます。でそれがマイクだけじゃなくて聞く方、イヤホンとかの方にもですねエフェクトがかけられるので、ゲームダックみたいにイコライザーで足音が聞こえるようにするってことが簡単にできます。これがマジで便利。マイクの方にエフェクトかけられるのは知ってたんですけど、聞く方にかけられるの知らなくて、で買ってからねすごいあラッキーって思った部分になるんですけども、まあ、これでちょっとドンシャリ寄りにしたりっていうね、音楽を聞く幅も非常に広がりました。なおかつこれ PC に負荷をかけず、オーディオインターフェース側で全てこうエフェクトを処理してくれるので、まあパソコンが重くなるってこともないですし、こういったエフェクトをかけられるオーディオインターフェースって結構いくつかあるんですけども、その中でもちょっと特殊な処理の仕方をしてるらしく、エフェクトがね他のこうオーディオインターフェースよりも高速で動いてくれるんで、イコライザーとかを聞く方にかけたとしてももうほぼほぼ遅延なく、まあ、FPS ゲームとかも遊ぶことができるっていうオーディオインターフェースになります。まあ、マイクを使わない人はね全く買う価値はもうほぼほぼないかなとは思うんですけども、興味がある方はぜひおすすめです。ただ一個言っとくと、ちょっとソフトウェアがね安定しなくて、こんな感じでデバイスが見つかりませんってことがちょいちょい起きます。これだけちょっとどうにかしてくれたら個人的にはエスティアなのになっていうアイテムでもあります。お気をつけください。ラスト第1位、こちらエルゴトロンの LX デュアルダイレクトモニタームになります。価格は36,000円、高い。まあ、特徴的なのがやはり1本のアームで2画面を支えられるというのがですね個人的に非常に気に入ったポイントになります。今までシングルのモニターアームとデュアルのもので 5,6 本使ってきたかなと思うんですが、やっぱシングルもデュアルもですねある程度メリットデメリットがあります。最近までねシングル2本でモニターアーム使っていたんですけども、これに変えることによって大抵のことがクリアされます。土台が1個、アームが1本なのでデスク上すっきりしつつ、なるべく壁際にモニターを置くことができるっていうモニターアームになっています。まあこのね36,000円と高いんですけども、非常にすっきりします、デスク周りが。ただしデメリットがしっかりありまして、上下調節以外の左右、あとはモニターごとの高さの位置の変更ができません。上下調節以外は全てモニター位置が固定されます。そこら辺のモニターごとの細かい調節っていうのは残念ながら全くと言っていいほどできないというところがデメリットです。ただ高さ調節に関しては長尾製作所さんの方にですねこういうブラケットが売ってて、自分も今使ってるんですけども、ちょっと高さを上げてモニターの底辺を揃えると、もうちょっとよりすっきりするデスク環境になります。配線管理もなんならアームが1本になるので非常にしやすくなりますので、この辺見た目すごいこだわりたいんだよねという人にはねぜひぜひおすすめ。総じて大満足ですね。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。